ナトラムビナヤック・ゴドセは1948年1月30日にニューデリーでマハトマ・ガンディを暗殺したヒンドゥーナショナリズムを信奉する右翼の活動家。ゴドセは至近距離からガンディの胸部に3発の銃弾を打ち込んだ。ゴドセは右翼のヒンドゥーナショナリズム結社である民族義勇団の元メンバーでインド・パキスタン分離独立の過程でガンディが インドのムスリムたちの政治的要求を支持していると考えていた。1949年11月8日に、ゴドセに死刑判決が下されると、ガンディの息子たちから減刑を求める単案が出されたが、これは却下された。ゴドセは、1949年11月15日に、公主刑となった。ナトラムビナヤクゴドセは、マラーターチットパワンのバラモンの一家に生まれた。 シチビナヤック・バマンラオ・ゴドセは郵便局員で母はラクシュミ、旧生ゴダバリと言った。生まれた時にはラマチャンドラと名付けられた。ナトラムにこの名が与えられたのは不運な事情のためであった。彼が生まれる前、両親にはすでに息子三人と娘一人を設けていたが、男の子たちはいずれも溶接していた。 男の子を狙った呪いがかけられているのではないかと恐れた両親は幼いラマチャンドラを生まれてから数年間女の子として育て鼻にピアスを施しマラーティー語でナトと呼ばれる鼻輪をつけていたこのため彼はナトをつけたラマチャンドラという意味でナトラムと呼ばれるようになったやがて弟が生まれると両親は彼を男の子として扱うようになった 学校で学んでいた頃のコドセはガンディを大いに尊敬していた。マハトマガンディの暗殺に関わったとして告発された面々の集合写真。コドセは高校を中退しヒンドゥーナショナリズムを信奉する組織である民族、義勇団と時期ははっきりとしていないがヒンドゥー大連盟にも加入して活動家となった。コドセは,は,いいヒ,ンドはヒンドゥー大連盟の新聞として マラウティ語のアグラニーを創刊し、同志は数年後にヒンドウ・ロシュトラと氏名を解消した。ゴドセはガンディーの哲学を拒み、ガンディーは様々な問題に関して死に至る断食を用いることでヒンドゥー教徒の利益を何度も損なってきたと考えるようになっていた。ゴドセには反国民的と思われた様々な利益にガンディーは屈してきたのだと彼は考えていた。 ゴドセは1932年にサングリーでブードヒックカーやウィとして民族義勇団に加入し並行して同じく右翼団体であるヒンドゥー大連盟のメンバーとしても活動した。ゴドセは自分の考えを広めるためにしばしば新聞に記事を書いた。当時、ゴドセと MS ゴールワルカールはしばしば共同作業をしておりババラオサーバーアルカルの著作。 ロシュトラ未満差の英訳も行った。1940年代初め、ゴドセは、自らが主催する組織として、ヒンドウロシュトラダルを準備し、1942年のダシャラー祭りの日に、これを立ち上げたが、その後しばらくは、RSS とヒンドゥー大連盟のメンバーに泊まった。1946年、インドパキスタン分離独立問題についての見解の、総意からゴドセは、 RSS とヒンドゥー大連盟を離れた。他の RSS のメンバーの多くとの関係は悪化し、ゴドセは RSS が立場を軟化させていると感じた。ゴドセはナラヤンアプテホカ6人と共に暗殺計画を練っていた。1948年1月30日、夕べの祈りの最中だった17時17分、ゴドセはガンディに近づいた。ゴドセがお辞儀をすると、 ガンディーに付き添って解除していた若い女性が、お兄さん、お父さんはもう遅れていますと言って、ごどせを話そうとしたが、彼は彼女を押しのけ、ガンディーの胸部を至近距離から3度、半自動式拳銃、ベレッタ M1934 で撃った。当時デリーのアメリカ合衆国大使館に、副領事として勤務していた若きハーバートレーナージュニアは、真っ先に前に進み出て、ごどせの両肩をつかみ、 ゴドセを振り回して居合わせた軍人たちに捕らえさせ、軍人たちはゴドセを武装解除した。レーナーは軍と警察がゴドセを連行するまでゴドセの首と肩を掴んで離さなかった。ガンディはビルラハウスの自室に運ばれたが、ほどなくして死去した。ゴドセはシムラーのピーター・ホフに入っていたパンジャブ高等裁判所で裁判を受けた。1年以上の裁判の結果、 1949年11月8日に死刑判決が下された。ガンディの二人の息子たち、マニラル・ガンディとラムダス・ガンディから原型を求める、単案が出されたが、インドの首相ジャワハル・ラール・ネルー、副首相、バル・ダブ・バー・イー・パテール、インド連邦総督、チャクラ・バルティ・ラージャ・ゴー・パーラ・ーチャーリーは、これを却下した。ゴドセは、アムバラ中央刑務所で、 1949年11月15日に公主刑となった。39歳であった。何百万人ものインド人たちがガンディの暗殺を悲しんだ。ヒンドゥー大連盟は非難され、民族義勇団は一時的に禁止された。しかし、捜査の結果、五度せの企てを民族義勇団の組織が正式に支援していたことは、もちろん知っていたことにも証拠が出てこなかった。 RSS への禁止措置は1949年に解かれた。その後も RSS はゴドセとの関係を否定しており、かつて彼がメンバーであったということにも疑義があるとしている。ゴドセの弟ゴパルゴドセは暗殺の当時、ゴドセ家の兄弟は全員が RSS のメンバーだったと主張している。ゴドセのおいであるサティヤキサーバルカルはゴドセが1946年に ヒンドゥー大連盟の職から降りていたと述べ、彼は RSS には批判的で RSS との結びつきに不満を持っていたものの、正式な脱退の手続きは取っていなかったとしている。2014年、インド人民党が政権に就くと、ヒンドゥー大連盟は五度瀬の復権を試み、彼を愛国者として称えるようになった。ヒンドゥー大連盟はナレンドラモディ首相に、 ゴドセの共像を設置するよう求めた。2015年1月30日、ドキュメンタリー映画、デッシュバクトナ・タラム・ゴドセが、ガンディー暗殺の日に合わせて公開された。ゴドセを祀る寺院を建設し、1月30日を、シャウリャ・ダイワストしようとする試みも何度かあった。プネーの裁判所には、このドキュメンタリー映画の上映を禁じる措置を求める民事訴訟が起こされた。 ありがとうございます。